日本柔道史上最強、柔道の神様と謳われた三船久蔵柔団。身長159センチ、体重55キロという小柄な体格だったため、猛練習を続けながら技の研究にも勤しみ、理論的かつ合理的な柔道を作り上げた。その技は柔道創始者加納治五郎の理論を体現したとされ、理論の加納、実践の三船と並び称された。飽くなき探求の結果、数多くの新しい技を開発。その代表的な技が空気投げである。玉がどんなに速く動いても決して中心を失わず倒れないという特徴をヒントにしたこの技は、体さばきだけで相手の重心を崩し、相手の動きを利用して投げるものであり、小さなものが大きなものを倒す柔よく剛を制すの精神が結実した技であった。言語を絶する修練の末、玉の境地を自らのものとした三船久蔵。技は芸術であり、文武は一道であると語り、武のみならず文にもその才能を遺憾なく発揮した三船は、世界平和に通じる柔らの道を説き続け、指導者としても大きな功績を残した。三船柔団のかかり稽古です。柔団は講道館で毎日稽古を続けていますが、時には各地にも招かれて大勢の人たちを指導しています。払い腰が決まりました。送り足払い、跳ね腰、積み落とし、横分かれ。佐久本四段は6尺4寸で29貫、三船柔団は体重13貫です。積み落とし、大車、巴投げ、両手締め、袖車、突っ込み締め、俵締め、はさみ締め、その1、はさみ締め、その2、送り襟締め、片手締め、腕固め、腕くじき、その2、腕固め、腕くじき、その4、腕くじき、体固め、腕くじき、その1、体固め、腕くじき、その2、肩押さえ、体固め、腕くじき、
三角固め腕くじきその2、三角固め腕くじきその3、足くじき。打ち掛け、脳天を打ってくる相手に対しての身の守り方です。突き上げ、顎を突き上げられる時のさばきです。横打ち、横面を打たれる瞬間の防ぎ方です。蹴上げ、蹴られる際の防ぎ方です。横腹蹴り、かかとで横腹を蹴られる時の体さばきです。胸取り突っかけ、胸を取られて水落ちを突かれる瞬間のこなし方です。小手ひしぎ、すれ違いざまに打たれる時の防ぎ方です。後ろ上取り、後ろから抱え込まれた時のかわし方です。突っ込み、担当を持っての突きのかわし方です。上突き刺し、脳天を突き刺さんとくる刹那の守り方です。上突き、上を持って突いてくる時のかわし方です。上突っかけ、上を持って攻撃する相手の制し方です。切り下げ、刀で切り下げられた時のさばきです。